自衛隊インド洋派遣はアメリカ同時多発テロ事件と報復のアフガニスタ攻撃を受けて2001年から2010年1月15日まで行われていた海上自衛隊の補給艦と護衛艦の派遣を言う。派遣の根拠となる法律はアメリカ同時多発テロ事件により成立した次元立法テロ対策特別措置法及びテロ対策海上阻止活動に対する 補給支援活動の実施に関する特別措置法である。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦、リケーターへ燃料補給を行う海上自衛隊の補給艦、時は2001年9月11日に国際テロ組織アルカイダの手により発生したアメリカ同時多発テロ事件を受けアメリカ合衆国はアルカイダの最高指導者ウサーマ・ビンラーディンをかくまっているとされたアフガニスタンを 報復攻撃するにあたり、日本政府も有志連合の一員として、対テロ戦争に協力するよう求められ、それに対応すべく、テロ対策特別措置法が2年間の次元立法で制定された。2007年11月に、ねじれ国会のために期限切れとなったが、2008年1月に復活し、2010年1月に廃止となった。 テロ特措法は11月2日に施行されたが、まだ基本計画も決まっていなかったため、防衛庁設置法第5条の、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を、根拠として、海上自衛隊の護衛艦2隻と補給艦1隻から、なる艦隊をインド洋に派遣することになり、11月9日に、補給艦、浜名、護衛艦、キリ霧雨を初派遣した。 また基本計画決定後の同年11月25日には、補給艦、トワダ、護衛艦、沢切り、総会母艦、ウラガが有志連合の一員として派遣され、先行派遣された3隻もテロ特措法に基づく活動に移った。海上自衛隊の補給艦はアラビア海を中心としたインド洋で普及の自由作戦の海上阻止行動に従事する。 米軍などの艦船に対して洋上補給を行って、これを支援している。海上阻止行動は、武器、弾薬やテロリスト、資金源となる麻薬などの海上輸送を阻止する活動である。この活動を行う艦船に洋上補給を行うことで、その艦船が燃料補給の度にわざわざ寄港する手間を省くことができ、作戦活動の効率化に役立つ。 国連難民高等弁務官事務所からの要請を受け、総会母官、浦賀と護衛官、沢霧がアフガン難民のためのテントや毛布など、契約200トンの救援物資をパキスタンのカラチ港まで輸送した。浦賀が帰還して、この活動は終了した。ただし、沢霧は浜名などと合流して、協力支援活動に移った。当初は2年間の次元立法に基づく派遣であったが、 イラク戦争などで中東情勢が変化したため政府は数度にわたって特措法を延長し活動を行ってきた。海上自衛隊の派遣部隊は2005年になって護衛艦一隻を減らし補給艦、護衛艦各一隻の二隻体制に陣容を縮小した。しかしこの派遣の根拠となっていたテロ対策特措法が2007年11月1日に期限を迎え、 同月二日には撤退が始まった。2007年以降は執行した旧法に代わり、成立した新テロ特措法に基づき派遣が再開されている。2009年9月に発足した鳩山幸男内閣では、新法の期限である平成22年1月15日以降の活動の延長は行わないことを表明。2010年1月15日に、 新テロ特措法が執行したことに伴い活動が終了、現地に展開中の部隊は、撤収を開始した。1月に終了した本活動であるが、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣において、高級的な施設が建設されるなどの理由から2010年10月26日に、自民党が活動を再開するための、テロ対策会場阻止活動及び、海賊行為等を対処活動に対する、 補給支援活動等特別措置法案を参議院に提出したが、成立せず、廃案となった。テロ対策特別措置法に基づく給油は、当然アフガニスタンにおける、普及の自由作戦に対する協力支援であり、給油は、同作戦の会場阻止行動に従事する官邸に、対する支援として理解されてきたが、この目的で行われた給油が事実上、 イラク向け作戦の感染への補給活動にもなっていたことが指摘され問題になっている。2001年12月2日から2006年12月7日までに他国籍軍に官邸用の燃料補給の回数が705回約46万キロリットルを供与している。当初は燃料補給の相手国は米国のみだったがその後11カ国に拡大した。米国へ補給は その約9割が補給艦に対して行われたことが明らかにされた。アメリカへの補給は全部隊の消費量の1割にも満たないが、パキスタンなどアメリカ以外の諸外国参加艦艇に対しては消費量の9割近い量に上る国もあった。この例として同月にフランスは3000万円相当の燃料を欧州練習公開中の海上自衛隊、練習艦隊に贈与した。 部隊は次の相手に艦艇用燃料を補給をした。補給回数の多い順に期する。自衛隊の派遣中、戦闘以外の要因で3人の自衛官が死亡している。国際貿易の大動務役たるインド洋における各国海軍による海上阻止行動は対テロ戦争にとって重要な役割を担っている。インド洋上を通過するテロ組織による人、 物の流れを遮断し、なおかつ相互の連携を阻害することにより、参加各国内等におけるテロ行為を未然に防止する効果が見込まれる。また、タリバンはその実効支配するアフガニスタンの一部地域において、アヘンの栽培や、それをもとに製造したヘロインを密売し、資金源としている。これらの麻薬はパキスタンを経由して、インド洋を渡り、ソマリアイエメンなど、アラビア半島や、 東アフリカ沿岸国に上陸し、他のアフリカ諸国やアラブ諸国を経由して、ヨーロッパ各国に流入している。しかし海上組織行動が本格的になると、海上ルートが密輸組織にとって使用困難となり、陸路イランからトルコ経由ルートやペルシャ湾からアラビア半島経由でスーダン、チャドを横断して、アフリカ西海岸から大西洋経由し、 ヨーロッパ諸国への流入ルートへ移り変わり、これがゆえに輸送コストが跳ね上がり、タリバンやアルカイダ等のテロ組織だけでなく各国の地下犯罪組織にも打撃を与えている。これにより一部の密輸組織は2007年頃からアデン湾などソマリア沖においての海賊行為へとビジネスをシフトしていった。ただし、ソマリアの海賊がイスラム原理主義組織と対立することもあり、 現地の海賊がすべてアルカイダ系組織とつながりがあるというわけではない。挙視的に見れば各国の治安維持や海上物流の安定化を図ることは世界経済の寄与することになる。海上自衛隊によるインド洋派遣は足掛け6年以上にもわたる長期派遣となった。この派遣によって海上自衛隊が 自衛艦隊によるローテーションによる概要展開能力を持つという国際的に大きなアナウンス効果を得たという点で日本の国際援助活動における地位向上に多大な影響を残した。また、11カ国の海軍艦艇に給油を行ったことは海軍としての横のつながりを強化するとともに給油活動を通じて共同対処のノウハウを得たという点で 海上自衛隊の能力向上にも大きく貢献した。長年にわたる国所地域での洋上給油任務を無事故で終結したことで海上自衛隊の作戦能力は各国から高く評価された。また、ローテーション派遣されたとはだがた補給艦が海外派遣を前提として設計していなかったため諸外国の補給艦と比べて著しく、 小型で使い勝手が悪いことが明らかになり、2004年から諸外国の標準的なサイズの補給艦であるマシュー型補給艦の投入を実現させ、結果的に海上自衛隊の広報支援能力の向上が図れた。海上自衛隊では、このインド洋派遣での教訓を活かして、2006年度に補給艦5隻による第一海上補給隊を新編して、 補給艦の運用を見直す。今回の艦隊派遣は、第二次世界大戦後では、朝鮮戦争時の総会部隊派遣、湾岸戦争後の総会部隊派遣に続く、3回目の海外派遣である。2002年には、イージス艦、キリシマが初めて派遣された。イージス艦の海外派遣については、国会の場で諸外国の警戒感を呼び起こすとして、反対の声が強かったが、 艦内の生活環境を理由に派遣されることとなった。この問題について、元防衛官僚の大田術生は、日本政府は補給艦派遣を出しにして、護衛艦をインド洋に派遣していると指摘している。一つの説として、モルディブ南方のインド洋に、イギリス領チャゴス諸島があり、チャゴス諸島ディエゴガルシア島には、アメリカ空軍が使用している、軍事基地がある。ディエゴガルシア基地は、 米英軍にとって、中東有事における重要な出撃基地であり、実際にアフガニスタン侵攻とイラク戦争においても使用された。当然、米英軍に敵対する勢力のターゲットになりやすい基地だが、作戦域の後方にあり、米英軍の艦船を周辺海域に常駐させる余裕がないため、補給艦の護衛という名目でイージス艦を派遣し、補給艦の護衛の傍らで、 ディエゴ・ガルシア島の上空及び周辺部の監視を行ったというものである。そのことを示すかのように、イラク戦争が発生した2002年から2003年にかけてと2004年には年間を通じてイージス艦がインド洋に派遣されている。もちろん、海上自衛隊は派遣の目的は給油活動のためとしており、詳しい派遣区域についての説明もしていない。政府は、 イージス艦が自衛隊の任務ために主体的に収集した情報をアメリカ等に提供することがあったとしても、それは一般的な情報提供にとどまるものであり、武力行使との一体化とはならず問題はないとしている。イージス艦の派遣自体は、指揮通信、司令部機能の優れた艦として、ヘリコプター搭載護衛艦4隻だけでは派遣のローテーションが厳しく、イージス艦は この機能が優れているためであると説明している。なお、マスコミによるイージス艦のイメージが先行し、あたかも特別な護衛艦のように思われがちではあるが、長射程の対空ミサイルを装備し、高性能レーダーなどイージスシステムにより、同時に多数の対空目標に対処する能力を有しているのみで、その他の能力は汎用護衛艦と大きな違いはない。 自衛隊航空機史上初の海外での人任務に、関西商会ヘリコプター SH-60J が派遣された。SH-60J は護衛艦の航路の前提召喚に使用されたほか、連絡、輸送などの任務が付与された。スマトラ沖大地震では、SH-60J がインドネシアに遭難者の移動、医療品の輸送に活躍した。 これは自衛隊機が行った初の国際貢献の実例となっている。s a 6 0 j は対潜水艦船が主任務であるが機関銃を搭載してテロ攻撃からの警備任務や高架救助員による救難任務も行った。自衛隊の航空機を海外で運用するために友好国の空港使用の許可を得たり予備部品の輸送手段の確保をするなど 国外での広報支援体制の確立に大きな成果を残した。また、国書、砂漠地域での飛行という自衛隊としては貴重な経験を培うことができた。派遣会場補給支援部隊派遣会場補給支援部隊指揮官、海次官が最後の洋上給油政権交代を経て約8年で幕。四十七ニュースオリジナルの2012年7月17日時点における アーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブイズスラッシュ wtgn ハット給油活動再開特措法を提出。朝雲新聞2010年11月4日号。http ロンスラッシュスラッシュ www.asagumo-news.com スラッシュ n スラッシュ2 0一零一一スラッシュ一零1 1 0スラッシュ h t m l 二零一零年十一月十五日閲覧平成17年11月4日政府答弁書開示総長インド洋派遣中に死亡マイナス3人目 長崎、毎日新聞、http w w w m 日、msncojp、地方、長崎、ニュース、億万2 7 913ddlk420 億4042万 2000Chtml、防衛省会場阻止活動の概要、アフガンで、アヘン50トンを欧州過去5年間で咲いた。 ニュース47、オリジナルの2012年7月16日時点における、アーカイブ。h t t p a r c h i v e i s スス c b x j ハッ t t b s ラジオニュース逆さメガネ、ソマリア沖の海賊、その実態は特別対談小西勝也 vs、竹大サ二日目。 海賊のルーツは、施設海軍イギリスが生んだ怪物、2009年1月8日15時55分、ソマリアのイスラム原理主義勢力、タンカー救出へ海賊を攻撃。ロイター。h t t p j p ロイタ t e r c o m アーティクル、トップニュース、エジプジャポン -35 兆577億28123、防衛省 OB。 太田術製アングロサクソン文明と、軍事研究ブログ、インド用補給活動、実力示すことができた15日撤収で、開話庁、産経新聞。http コロンスラッシュスラッシュ sankei.jp。msn.com、ポリティックス、ポリシー、10112、plc1 兆11億2192万1012、n1。 h t m ハット鳩山首相インド洋での給油活動に、十分な意味なかった。産経新聞。http:/sankei.jp.msn.com, ロンススララッッシシュュポリティックス、ポリシー、10114、plc1 兆11億4210万4012、n1、h t m ハットインド洋の開示給油活動集結期限切れで、 撤収命令。中国新聞。オリジナルの2013年8月27日時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ i ズスラッシュ ku6lchat。終わってアンドしている。イコール開示部隊。最後の給油から、相手国から、ジャパンコール。<laughs> ジジイドットコム。 http://www.jiji.com/.jc/.g= <ッ>ソーク 30&k=2 兆100億1150万847補給支援活動終了で連絡官が帰国。朝雲新聞。オリジナルの2012年7月18日時点におけるアーカイブ。 https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ EIZN 派と、インド洋派遣部隊が帰国イコール首相や家族、出迎えと強行。時事通信。http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ c、g イコールポル 30&、k イコール2兆100億2060万66。ありがとうございます。